木村バウンドパスグリーン、ショットクロック短い、渋田のスリーポイント決めてきた。安藤には中村がついている。やはり高い位置から積極的にプレッシャーかけてますよね、まあ、おそらくそれも予想を踏まえた中でこうカウンターのアクションなんですよね。スリーフォード平均スティールは 1.6 です。久保さんに対してはモーリッツだね。マシューライズがディアロ、ここも走り込んできました。序盤もこういった形がありましたが、しっかりと。さあここは三河守っていきたい。そうです、個人が中に入れました。素晴らしいパスが通ります。抜群のコンビネーションです。エヴァンス・ルークは見ていますが、さあここ寄ってきますからね。ここも笛はありません。さあ奪いました名古屋。バウンスパス中村に入れた。最初の攻撃で3を決めました。コーナー3でした。そして名古屋はこの速さがあります。中東です。この決められた後のタラーですよね。タラーですよね。前3番と拾って、そしてここを押した。サイドバンドのダンクでした。まだ打ちますよ。外に振ってコーダの3ポイントシュート。他の選手が乗っています。大阪渡辺優太、はい、あの選手もね、もうコーナー、コーナーの3ポイントは、今もう 70% とか 50% なので、たんですけどね、ちょっと入らなかったですよね。でもいい動きに なってると思います。はい、さあこれも今村からジャック・クーリー、ここはいいコンビネーションになりました。まずは注目のこの中山とテーブスのマッチアップですが、すぐにスタートキットに渡しました。おー、いいパス、古川素晴らしいバックカットから、おー、ジョーンズのスティールだ。素晴らしい。そして波が走っていました。はい、マカドゥのスクリーンからベンドラメ、マカドゥです。ディアロが前に立ちはだかるか、決める。力強いですね。この中3番に入れるが、ここは奪いました。支えはスピードがある。ノールックで預けてファーラッタ、バスケットカウント。まあ、やはりシュートまでいけなかった富山、はい、少し悔やまれるオフェンスの後でしたね。ね、小野選手もね、一応躊躇したんで見えますよね。イカルガ、これファールなしです。ドゥールから長いパス、エサトン、宇都宮タイムアウトです。シンモスボールキープ、ターンオーバーになって河村から打つのジャット。冷静ですね、こういうところは。この後自分で行くのかと思いきや、後ろのジャクソンに合わせ